皆さんこんにちは。今回は西武ライオンズが FA を撤退した件についてご紹介していきたいと思います。西武塩崎哲也スカウトディレクターが18日コンオフの FA 市場に参加しない意向を明かしました。コンオフは阪神の大山選手や原口選手、ソフトバンク外選手らが国内 FA 権を行使し、カーミニークで行われたチームの秋季キャンプの手締めに参加した。同スカウトディレクターは、当初考えてたところはあったんですけども、今のところ動きはありません。外国人ですね。あとは、FA 市場には参加しないと思います、と話しました。そのため西武がコンオフの FA 戦線から撤退することが濃厚となり、FA 権を行使した阪神の原口文仁選手の有力と見られていた移籍先候補が一つ消えました。一塁がウィークポイントなのは、楽天、オリックス、広島、中日の4球団。原口選手は代打ではなくスタメン出場の可能性のある新天地を求めています。新監督に西口文也2軍監督を昇格させ、最下位からのチーム再建に乗り出さねばならない西武がコンオフの FA 戦線から撤退することが濃厚になりました。一部スポーツ紙が塩崎哲也スカウトディレクターの FA 不参加のコメントを報じたもので、 SNS では原口調査という報道は何だったのか、なぜ C ランクの原口を取らないのか、交渉してダメだったのか、圧倒的最下位でドラフトと外国人くらいでろくに補強もしないなら来年も最下位、現状の立ち位置的に FA 参加見送りは意味不明などの批判の声が相次ぎました。特に問題となったのが FA 宣言をした阪神の原口選手の獲得に乗り出さなかった点です。今期の原口は主に代打で52試合に出場して打率2割4分1厘2本塁打9打点だったのですが、5月16日の中日戦では4番1塁でスタメン抜擢されて本塁打を含む4打点の活躍を見せました。打線の強化が最大のテーマで、 FA で山川穂高がソフトバンクに移籍して以来、右打ちの一塁手が補強ポイントだった西武にとって原口はぴったり当てはまり、しかも推定年俸が3100万円で C ランク、金銭保証も人的保証も不要なのです。さらに原口選手は埼玉出身、西武が移籍先として最有力という情報が球界を駆け巡ったのも無理はなかったのですが、西武原口の誕生の可能性は薄くなりました。西武のユニフォームを着たことのある野球評論家の一人は、今年西武は大きく期待を裏切ったのだから、ファンに対してチームの再建にどれだけ本気なのかという姿勢を示す必要がありました。原口選手なら年俸の負担もなく、獲得することにリスクもない選手で、しかもチームの補強ポイントにも合致していました。なぜ取らないのか不可解で、ファンも納得しないでしょう、という意見を口にしました。では、原口選手の移籍先はどうなるのでしょうか。原口選手は、FA 権行使の決断について、球団を通じて一野球人として、もう一度挑戦したいという思いが強く、この度、決断に至りました、と説明しました。代打ではなくスタメン出場の、チャンスのある新天地を求めています。今季一塁を固定できなかったのは、セリーグでは広島と中日の2球団です。広島は坂倉翔吾選手が49試合、堂林翔太選手が47試合、林晃太選手が16試合に先発出場。坂倉選手は捕手も併用で、固定はできず、新井貴浩監督は左右で使い分けています。今季は新外国人も期待外れだったため、右の長打力のある代打も不足しており、ただドラフト1位で青学大の右打ちの大型三塁手の佐々木選手を獲得しています。中日は期待された中田翔選手が怪我と不振で51試合出場に止まり、石川昂弥選手が48試合、ビシエドが10試合先発で一塁を守りました。ビシエドが退団、井上和樹新監督は秋季キャンプで細川誠也選手に一塁の練習をさせるなど、チームオプションを増やすことに躍起しています。今季は山本康弘選手、板山雄太郎選手の元阪神勢の活躍に助けられた側面があり、井上新監督も阪神のコーチ時代に原口選手の能力は熟知しています。パリーグでは楽天とオリックス、楽天は鈴木大地選手が70試合、フランコが37試合、渡辺義明選手が13試合、一塁で先発出場しました。フランコは打率2割1分8厘、8本塁打、30打点と期待を裏切り、去就も微妙で、鈴木選手が左だけに右の原口選手は補強ポイントに当てはまります。
超大型ショートの宗山塁選手をドラフト1位で引き当てたため、内野が余る可能性はありますが、茂木栄五郎選手が FA を行使しました。オリックスも頓宮裕真選手が56試合、セデーニョが42試合、太田亮選手が35試合に先発出場するなど、一塁を固定できませんでした。2023年の首位打者の頓宮選手は、今季は怪我などもあり打率1割台と低迷。2年目のセデーニョは進化の姿を見せましたが、プラス戦力の欲しいポジションだろうと言われております。前出の評論家も、原口は代打実績があり長打力を秘めていざという時に捕手もできる選手、しかも C ランクのお手頃な FA なので、楽天、オリックスなど手を挙げる球団が出てくるはず。来日してみなければわからない外国人選手よりも確実性があるという見方をしています。果たして原口選手と交渉のテーブルにつく球団は出てくるのでしょうか。この件に対してマスコミの情報関係なく、原口が FA して試合に出たいと阪神を出ていくなら西武しかないだろうなと多くの人が思っていたように感じるが、たとえ対戦相手が見知ったセリーグの方がいいと思っても、どう考えても DH のあるパリーグの方が守備力よりも打力が売りの選手であるから試合に出やすいだろうし、原口の印象として条件面で断るとかしなそうだし、西武の方から撤退したという印象を受けるが、どの球団よりも必要としている選手と思うし、何か不思議な状況になったな。僕は原口が西武に行くのがもう間違いないと思っていたので、今回の西武が FA 市場には参戦しないということには正直びっくりしました。近打に泣いたチームとしては、原口なんて完全に補強ポイントに合致しますし、 C ランクで人的保障も金銭も発生せず、かつ埼玉出身となれば獲得に動く以外の選択肢はないと考えてました。その他の球団で手を挙げそうなところはどこになるのでしょう。原口選手としてはスタメンで勝負したいという気持ちからの FA 宣言なわけですから、手さえ挙げてくれたらどこでも行きますということではないはず。となれば大山の去就が鍵になってきますね。仮に大山が出ていくことがあれば、ファーストのポジションが空くわけで、スタメンで勝負したいというその勝負が阪神でできることになるので、残留の可能性も出てくるかなと。もちろん大山出るってことはファースト確約ってことはなく、力で掴まないといけないのですが、今年のライオンズは大きく低迷しましたので、 FA 補強に乗り出してくると思っていたのですが、原口は人的保障を取られる心配もないですからね。これは意外でした。原口のスタメン起用を考えてくれる球団はどこか、そこが一番気になるポイントになります。オファーが来たとしても代打ということであれば、これまでと変わりませんので、それでは FA 宣言した意味はなくなります。他球団見渡してもファーストや DH でもライバルになる選手は多そうですね。今後の展開次第ですが、阪神残留の可能性も出てくるとは思います。いかがでしたか。今回は西武ライオンズが FA を撤退した件についてご紹介してきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。